警察学校では警察官として必要な学力や体力、精神力を育てるための訓練が行われ、充実した日々を過ごしています。熱意ある教官方のご指導や頼もしい同期に支えられ、岩手県の安心安全を守る警察官になるために頑張っています。もし受験に迷っているのなら、勇気を出して一歩踏み出してみましょう。皆さんを待っています。自分自身が警察官に助けてもらった経験と、震災対応する警察官の姿に心を打たれ、警察官を志しました。現在は花巻駅前交番で巡回連絡や相談対応、地理教示などを行っています。地域の方々の声にしっかりと耳を傾け、自分がその人の力になるという強い思いを持って日々の業務を行っています。今後も勉強と経験を重ね、安心感を与えることができる存在になれるよう成長していきたいです。生活安全警察の業務は、事件捜査もあれば、ストーカー、DV 事案対策、不審者や特殊詐欺の防犯対策など、非常に幅広く複雑ですが、全てが皆さんの生活の安全に直結する重要な業務です。毎日老若男女さまざまな人と接する部署で、寄せられる相談も多様なため、相手の立場になって考え、丁寧かつ柔軟に対応することを心がけています。共に住民の安心安全な生活を守ってくれる受験生の皆さんをお待ちしています。悪と対峙する強い警察官に憧れて警察官を志しました。私は現在刑事警察として窃盗や強盗、殺人などの捜査を担当しています。地道な捜査を積み重ね、犯人を逮捕し、被害者を救済することが私たちの使命です。私たちと一緒に県民の安心や安全を守りましょう。現在は白バイやパトカーなどに乗務し、安全で円滑な道路環境を目指し、交通違反の取り締まりなどに従事しています。私は県外の大学に在学していましたが、就職活動をするとき漠然と地元の岩手で働きたい、困った人を助けるような仕事をしたいという思いから、警察官という仕事を意識し始めました。仕事をする上で意識していることは、発言に対する責任の重さです。警察官として、社会人として、自分が発した言葉が相手にどのように受け止められるか、どのような影響があるかなどを常に意識し、
言葉を選ぶようにしています。今後も仕事をする上で必要な知識技術の習得に努め、交通事故ない社会に一歩でも近づけられるように頑張ってまいります。皆さんと働ける日を心待ちにしています。私は機動隊員として災害時の人命救助訓練やテロ対処訓練などさまざまな緊急事態を想定した専門要素の高い各種訓練に日々励んでおります。機動隊はこうした人命救助、爆発物処理や NBC テロといった特異重大な事案が発生した際にいち早く出動し、専門知識・技能を発揮して的確に対処する部隊であり、いわば警察の最後の砦と言われております。皆さんも私たちと一緒に熱い気持ちを持って岩手県の治安を守ってみませんか。現在、交通部交通規制課で交通信号機の更新、改修、管理などの業務を担当しています。警察という職業に興味を持ったとき、警察官だけではなく警察事務としても県民の暮らしの安全安心に寄与できると知り、警察事務という仕事を選びました。現在の業務は自らの仕事が目に見える形で残り、また岩手県の安全円滑な交通環境の追求に直に携わるため大きな責任感とやりがいを感じています。警察事務の仕事は住民の方々と直に接するものや警察組織を内部で支えるものなど多岐にわたり、どの業務も県民の暮らしの安全安心を守るためになくてはならないものです。皆さんも警察行政に携わる一員になりませんか。お待ちしております。